パラダイスクリークはアメリカ合衆国の競争馬である。アメリカで G1 を4勝し、ジャパンカップにも出走した。馬種は西山牧場の西山正幸で、引退後は日本で種ボバとして強要された。1991年6月と比較的早めにデビューし、初戦で初勝利を挙げた。その後も安定した成績を残し、 1992年のハリウッドダービーで初の G1 制覇を成し遂げている。このように早い段階から活躍していたが、本格化したのは5歳となった1994年である。1月のアップルトンハンディキャップから6月のマンハッタンハンディキャップまで6連勝。自走で敗れ連勝は止まるが、その後アーリントンミリオンステークス、ワシントン DC インターナショナルと大競争を、 伝承する。一番人気で臨んだブリーダーズカップターフは、ティッカネンの3着、引退レースとなったジャパンカップでは、日本の副兵、マーベラスクラウンとの激しい叩き合いの末二着に、敗れた。この年のエクリプス賞最優秀シュバボバに選出されている。引退後は日本で種ボバ入りし、加熱フルーブやテームプリキュアなどを輩出した。 サンクは2000メートル以下の距離で活躍する傾向にあるが、それ以外の部分ではかなり幅が広く、早熟のシバマイラーから晩星のダート馬まで様々なタイプのサンクが見られる。2009年に新事系統解散。2010年8月7日にこれまでつなぎをされていたアロースタットから前川吉則牧場へ移動した。2011年4月4日に死亡。 現役時のバッシュの息子である西山茂之が受けた連絡によると、放牧先で立ち上がった際に転倒して腰骨を強打し、予後不良になったという。母、ノース・オブ・エデンの死から間もなくの出来事であった。後継主母馬である加熱フルーブの初年度産区は2008年にデビューをしている。ドラゴンファイヤー、ナイキアースワークなど、ダートの重傷路線で活躍する馬を排出している。 ありがとうございます。